もらった時にはちゃんとした機材、ちゃんとした機材そう、ほんとほんとほんと、なんで、まあ、最初、まあ、講義をし始めた時にもらって、その時は綺麗だったんです。なんか懐中電灯なんか突っ込んだら明かりが消えてもらったそう、スライドのギターが、でも一番メインギターで一応でもね、ちゃんとあの線がつくようになってるんですけど、はい、線線いますよね、僕ひもよりけど線がつくような、線で鳴らせるようになって、まあ、なってるんですけど、ね、まあ、できるだけこうあんまり影響しないように貼り付けないやつってつけてるだけなんでしかも電池も入ってないんで、あのどこのライブハウス行っても音が小さすぎてもう拾えませんって、これ怒られるやつですプリアップ持ってかんだ持ってかんだやつですだから音が強すぎてちょっと出ませんパッシブだそうパッシブってやつそうアクティブとパッシブってあるんですよねなんか、びっくりしましたそれ聞いてそれあのパッシブとアクティブってパッシブ金融のあの信託の話ですよねうわーってパッシブパッシブだこと言ったら早くやりましょうI'm gonna make you mine.
した日々で俺はもう自分で決めたこと次の日は無理おかしく生きてこれた誰もが掲げた絵空の時と肌で笑っても終わりも決めたってできることはたった一つだけ諦めたってやることはたった一つだけ青春なんてあっという間に終わっちゃいましたけど、なんかあったのかなっていうぐらい、まあ、あっという間に終わっちゃいましたけど、それから後の時間が長いの長いの、でもまあ気の持ちようですからね、青春なんて言葉を恥ずかしげもなく使うようになった今がまさに青春なんじゃないかと思っております、気分は10代、永遠の中学生頑張ってます。さっきのようなんですが、甥っ子さんが見ちゃってくださって、なぜその曲をしてたかというと、そのプロモーションビデオばかりをやってるようななんかこう、スペースシャワーとかいう番組をちょっとチラチラと夜中に見てて、夜中おしっこに起きてきた娘と一緒に見てて、なんかあいみょんが好きみたいな娘は。あいみょん見てて、そのあいみょんの後に2位やったぞランキングはすごい2位ってすごいな、2位ですって感じ、もうちょっとこう、ああいう曲は子供にはちょっともう一つ分からへんような感じ、何これ何見てんだこれ、白目白目違う白目違う変わってる、白日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 何それって言われて、何それって言われて、白日って説明せえって言われた、なんか イメージは何だかあるんだけど、うわ分からへんな、白目でええんちゃうか白目向かないあんな高い声出えへんでみたいな素晴らしい高いハイトーン の、ね、導入のところを白目でくくってしまったくくってしまったという、なんかそれでちょっとしっかり思ってました。
私白目じゃなくてもう最近はもうだいぶこう近いところ見えないそれも遠視遠視じゃないですよ遠視じゃないですよオールドアイスよさオールドアイスオールドアイス困っちゃいました、はい、何やね今のありがとうございます、いやちょっと多分4曲でぴったりと30分ちょっとないぐらいで終わらはったと思うんですけど多分4曲で30分軽々超えると思うんでしかも喋っとらあかんのですあの 5月の歌を歌おうと思って5月の爽やかな日の歌なんですけどこんなクソ暑かった5月のクソもあったもんじゃねえと思うんですけどあの神戸にフラワーロードっていうちょっと大きな大層な道があるんですそこじゃなくて僕は京都から来てるんですけど京都のその辺の路地のもう何の名前もついてないような丸竹恵比寿にも入ってないようなあの道を自転車で走ってた時の、歌で、ね、かつる勝手にフラワーロードと名付けて歌います。とあの離れた5月の日さ自転車で西南線向かうちょっと遠いでも問題はないペダルを踏みしまえ前へ進む怖かったでしょ。
心配しないように、あなたが寂しく思わないように、あなたが隠しないように、あなたが進展しないように、あなたが言いつけてしまわないように、あなたがくじけてしまわないように、失敗するという、こんなわけでやってます、次の曲はですね、今日このマチルダのために持ってきたような曲と言っても過言ではありません。全然関係ないんですけどマチルダとも何も関係ないんですけど、大阪の西大の、川崎というところに三角公園という、公園があります。そこで年に2回プロレスの興行をしている親友がおりました。そこの親友にいつもこう僕はプロレス好きなんで、あ、しまった、プロレスの話題をするとライブバーでは全く受け入れられないってことが今思い出した。いやいや、楽しみにしてきたから。そうなんです。ライブバーでやっちゃいけないこと、野球の話。これも野球の話だったので僕長いんですけど、それ以上に輪かけてしちゃいけないプロレスの話、さっぱり皆さんわからない。でもまあプロレスをやってまして、その興行の、前座としてよく出させてもらうんです。いつも玉川崎の付き合いも僕長いんで、何曲か歌わせて、昔から歌わせていただいたんですけど、自分の歌を歌うとどうもやっぱりこうなんかもう自分の中でもモヤモヤしてた、ダメだ、なんかかといってなんかタイガーマスクとか歌ったりとか、猪木の歌を歌ったりとかするのもなんか違う。ここは釜ヶ崎でやってるプロレス団体であって、釜ヶ崎のプロレスがタイガーマスクは全く関係ない。困った、そうだ、テーマソングを作ればいいと思い込んだんですね。そういうことでテーマソングを作ったんですが、これがまた、できてまだまだないというので、歌詞が飛んでいったりとか間違えてしまうかもしれませんが、とりあえず話が長くなると思うので早くやりたいと思います。一番最初は、始まるんですけど、これどっから撮ってきたかというと、釜ヶ崎プロレスの僕は前半の前座であって、休憩の後に地下アイドルの子がライブをやってまして、そこがなんか後ろ指さされ組の歌を歌ってて、そのイントロがチャンチャ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 、あ、このリズムいいなと思って、ちょっとメジャーとマイナーの中すごいいろいろ差があるんですけど、そこから撮りました。後ろ指さされ組、違う、大変なプロレスのテーマ。誰もがみんな一度や二度は強い男になりたいと願ってた。綺麗に固く人情に熱い優しい男になりたいと願ってたのに、今じゃ描いていない夢も裏目裏目で空回り、一寸先は真っ暗闇でこんなはずじゃなかったのに、萩のちゃん
萩の家が南になってただって住所なんですよ。ただの住所、萩の家が南7番地。そんな三角公園で分かりやすい。来る人が迷わへんように萩の家が南7。7がかっこいいでしょ、めっちゃ。これなんかスーパー戦隊もんだよ、お前。ただのパンチやねんけど。7番地南公園って言ってたんですよ。いいでしょ、もう一回行きますね。萩の地や南7。よかった、一緒にやりません。めっちゃかっこいい顔してドヤ顔で鎌なんですか。最初は鎌鎌鎌で2回目は鎌鎌鎌でもね、あのちょっとこうあのグレーな感じで言わなかった。鎌の時もね、鎌鎌鎌で、この鎌は鎌鎌鎌鎌って感じで、ちょっとこう微妙にちょっといい感じシンクロしてからなんかね、分からへんようにこう、あ、なんかかけてるな。で、歌詞がこう下に出てきたら、あ、かかってんじゃんこれやっぱりみたいな歌詞が出てきた。何やって思わんだ。ビデオ流すのだ。そこ入れちゃった。西田遠藤さん最後になってます。ありがとうございます。これ、ね、みんな今日笑っていただいてよかったんですけど、みんなはなんか呆れて物も言えへん時もあるんですよ。こんな感じでやってて、でも僕一人だけ面白いから、ねえねえとかね。もう一人でも、これこここうなんですよって解説しながらやってるけど、みんなそんな時も、今日は笑っていただいてよかったんですよ。より一層西成の空は澄んで見えた。寒さにやられた人たちのため息か。天心柱で酒を煽った。
きますよ。難しいリズムでした。